高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分場をめぐる文献調査が続く後志の寿都町で、今月町議会議員選挙が行われました。その結果には複雑な町民の思いが見えました。大きな財源は町に入るんですが、それは全て2700人の町民のために使われているんです。定数9の議席に12人が立候補した寿都町の町議会議員選挙。改選前はいわゆる核のごみに関する調査に対し賛成派が優勢でした。町は次の段階の概要調査に進む前に住民投票を行う方針のため議会の意向は反映されませんが、今回の選挙結果で町民の意向は伺えます。私たちは心の壁を作り、なるべくその話題を作らないようにし、静かに分担されています。水産加工会社で働く大串慎吾さん。調査を受け入れる片岡町長の方針に反対して3年前に役場を退職、今回新人として立候補しました。役場を辞めて3年経ちました。そんな私ですが、今風の町寿都に新たな風を吹かせたいとして応援してくれている方が日に日にたくさん多く集まってくれています。もうやれることは全てやったと思うし、時間の限られたところもあったんですけれども、ベスト以上のものができたんじゃないかと思ってます。町民の思いは、もう核のゴミはね、あんなのもう想定にならないから、あれにもスパンが長すぎてもうみんな飽きちゃって。それ以外で期待することありますか？大したないね、みんな言ってること一緒だし、うん、本数は反対なのさ、うん、したけどもさね、まさか5万や10万のつくことでねえからね、そんな発散がねえからね、やっぱり歩数だな、長立て歩数だろうと思うんだ。寿都町は町営風力発電所の売電収入が年間およそ8億円ありますが、今後売電収入の減少が見込まれます。そんな中、文献調査で最大20億円、その先の概要調査で70億円の交付金を得られるため、町は将来の財政の安定に利用したい考えです。大串さんは開票速報を自宅で見守っていました。5分あればできることもあるし、もう出なきゃいけないのかもしれないし、大串さんは170票と9人中7番目の得票数で初当選しました。届いたと思いました。具体的な町づくりのビジョン、政策的なところをしっかりと出していたところを評価してもらえた。選挙の結果は調査の賛成派が5、反対派が4と、改選前と同じ賛成派が優勢となりました。その一方、複雑な町民の思いが浮き彫りになりました。文献調査と概要調査を一つの反省として、今月3日に行われた後志の寿都町の町議会議員選挙は、核のごみの処分場調査の賛成派が優勢となりました。一方で得票数を見ると、賛成派は963票、反対派は917票と、その差はたったの46票。
さらにトップ当選は反対派で、2位の賛成派に29票差をつけるなど、複雑な民意が浮き彫りになりました。財政が緊迫している寿都町にとっては、この結果はプラスだったんじゃないかなって思うよね。賛成派に投票した斉藤隆さんは、慎重な議会運営が必要と話します。数の力で議会が乱暴に推し進めていくことがあっても困るなっていう。果たして町がどうやって安定的に経営がなされてね、住んでる住民が本当住んでよかったっていう町になるのか、まだ不透明だな。調査応募から3年、町は未だに賛成派と反対派で分断されたままです。一方、文献調査を受け入れるかどうか議論が続いていた長崎県対馬市は、比田勝尚喜市長が調査を受け入れない意向を表明。片岡町長は、概要調査に進むかどうかはあくまで住民投票で決めるとしながらも、実施時期についてはこう語ります。予想が出てきてからやりましょう。国にも、まあ、入門の皆さんにも早く仲間づくりに全力を挙げていただきたいと。どこに決まるかは別問題として、皆さんが理解しなかったら前に進みませんよ。核のゴミの議論が全国的に広まらない中で、小さな町は揺れ続けています。